というわけでこいつが今日から一緒に島作りをしていくことになった会長だ。お前からも一言頼む。ああ、昔このチビと一緒に仕事をしていたバルスだ。よろしく。自然と融合した建築が得意だ。おお、じゃあツリーハウスも作れますね。当然だ。これを誰だと思ってる。だぞ。はい、じゃあ今からすることを説明して。あ、おう。まずあの変な木を壊します。そして俺が考えた新しいツリーハウス、いや、ツリータワーを建てます。以上です。え、せっかくの力作を凝らすっていうのか。あんまりな。あ、ここにいる限り、俺の言葉は絶対だ。なんやあいつ。何言うねえ。トリマ、燃やしてくる。やがった。俺の計画はこうだ。これを見てくれ。うーわ、汚ねえ。うるさい。ペイントでマウスで描くのって難しいんだぞ。でっかいツリータワーにホテルとかレストランを詰め込んでやるっていう計画だ。つまり大型複合施設のツリーハウス版ですね。おお、それはグッドアイデア。早速作り方を教えて。オッケー。おいおい、これ全部あいつ一人で建ててるよ。会長とかいう人、すごい人かもしれませんね。他のやつはみんなマクドでマック開いてドヤ顔してるぞ。この島にはスタバとかないからマクドでしてるんですね。じゃあスタバ作るか。そうします。することないしな。ゆっくりも呼んできますね。おう、頼んだ。バルスさんが全部建ててくれていますね。ははははは、あいつはおっとなしだからな。ゆっくり休んどこうぜ。でもなんかした方がいいんじゃないですかね。なーに、あいつは大丈夫だ。もしもし、俺だ。ああ、そうだ。準備ができた。なにちょろいもんよ。ああ、わかってる。あいつ以外全員でな。ということで明日からここの店長お願いしますね。わかりました。それじゃあ、また明日。おやすみなさい。あれ、監督どこ行ったのかな？事務所戻ったんじゃないですか。そうですね、帰ってみます。おやすみなさい。あー疲れたー。うわ、もうこんな時間だ。もうみんな寝てるだろうな。とりあえず急ごう。トイレに行っておこう。すっきりすっきり。誰もいないなぁ。上で寝たのかな。いい加減エレベーターつけようよな。誰もいない？てか、朝日が出てきてるじゃん。マクドで寝たんかな？行ってみようか。あ
いるわけないか。じゃあどこにいるんだろう。ここにはいないだろうな。工事中のところで寝るわけないよな。もうみんな起きてるのかな。ここはまだ中身がないな。あ、エレベーターも着くのか。でもまだできてないな。これは、上には上がれないし、いないか。もしかして本社に戻ったのか。みんなの飛行機がある紙に行こう。みんなあるな。あ、もしかしたら誰かが迎えに来たとか。それはないか。え、くそ、雨か。一旦戻ろう。くそ、誰も電話に電話。もう一日中待ってるのに。こうなったら一回戻るしかないか。それにしてもすごい雨だ。これに乗るの久しぶりだ。この雨でまっすぐ飛ぶのに一苦労だな。それにしても、なんで急にみんないなくなったんだろう。まさか、クリーパーに。変なことを考えるのはやめておこう。雷まで鳴り始めやがった。離陸。風がすごい。ここだ。誰も、いない。みんなは、そうだ、入れ違いになったんだよ。すぐ戻ろう。
いない？いない？どこにも、いない？なんで、僕だけ？もう、夜か。そういえば、ずっと寝てなかったな。そうだ、これは夢なんだ。次に目が覚めた時にはみんないるはずだ。もう、寝よう。ところで寝てる奴がいるぞ。え、先遣隊はみんな向こうに行ったんじゃないのか。ん？あ、起きたぞ。今何時？なんて言った？さ。え、誰？パート2を最後まで見てくださり、本当にありがとうございます。投稿が遅くなってしまい、ごめんなさい。マイクラ開発のみんなは、どこに消えたのか。この島の開発はどうなるのか。パート3を待て。ということで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。